まずは成形してしまいます。よいしょ。まずは平らに成形して、それから掘り出すことにしましょう。タミヤのね、2ミリのプラ材なんですけれども、これをねちょっと試しに輪切りにしてみたところ、ぴったりでした。ということでこれを使ってみたいと思います。まあとりあえずおよそ真ん中かなっていうところに、ドライバーの先で、ドライバーじゃない、あのデザインナイフの先でグリグリってやりました。穴開けまして、そこに行く感じですよね。今こんな感じですね。ちょっとね偏ってますよね。ちょっと偏ってるので、もう少し手作業できっちり深淵にしていきたいと思います。よいしょ。かなりね片っぽがめっちゃ薄いです。こんな薄い必要なかったんですけど、じゃあ行きましょう。よいしょ。どうだ。真ん中来てますね。いけてますね。いけてるな。ここか。どうですかね、このくらいでいいんじゃないですかね。うん、ね、これ以上やるよりもこのくらいでディテールとしてはっきりしてる方がいいですよね。肉眼で見るとこのくらいの方が、うん、あの見栄えがするので、これで OK にしましょうか。